ではただいまから2021年度活動計画についてのお知らせをいたします。実際のところ簡単に申しますと、2021年度4月までの予定が今確定しております。2021年度すでに開催が決定しているイベント、1月もすでに行われてますけど、大阪で基礎研修、あさっての基礎研修が行われております。25日から札幌で責任者研修、2月、3月、4月とこのように予定は並べられておりますが、それ以降についてはまだまだ様子を見ながら決めていこう、その程度の段階でございます。まだいつまでに、いつどこまでで、もっとまだ言えないんですけど、今年経営層向けハサップ研修の復活を考えております。また一度はやっておりますけど、ハサップ指導者研修の復活、一回経験しております JFS の B の監査についてのホップ、ステップ、ジャンプ研修の定着化などハサップに沿った研修群の充実を当然考えております。さらに、セミナーがありますが、賞味期限、消費期限、このあたりの課題がございます。特に3分の1ルールに代表されるような商取引所の慣行が消費期限、賞味期限以前でありながらも廃棄されている商品の源泉となっている、こういうものを活用できないというような題目に沿いましたセミナーを計画してまいります。カスタマーハラスメント、コロナ禍で特徴的になってきたんですけど、新たな形のクレーム、現場でのクレーム対応というのは難しい状況が生まれております。これをテーマとして取り上げまして、カスハラに代表されるような新たな形のクレームへの対応セミナー、どこまで実現するか分かりませんけれど、このような心に刺さる話題でセミナーを継続していこうと思っております。対外的には4月にアースデイに奈良に出展します。今のところですけど、ウェブ形式ではなくて実際に現地で行うイベントになりそうな気配です。食品安全の重要性はそこで訴えてまいります。消費期限、賞味期限の課題にも関連することなんですけれど、フードバンクとの連携が模索できるのではないか、今後の環境を自立できるのではないかと気がしております。昨年とすでに、外部コミュニケーション強化タスクフォースの江川さんの、貢献なんですけど、新しいホームページや運用開始されております。この部分非常に発信力が高いもので、私から見ますと以前のドン・キホーテの店内のような宝探しのような趣がございます。ここに、お客様を吸い寄せるようにして、発信力を高めていきたいと思っております。同じくメルマガも昨年末より新しい形式のものに切り替えております。前に比べますと2倍のいい内容としても充実したものになっておりますので、メルマガを受け取った方はすぐに誰かでなく、転送していただいて、このメルマガ発信が次の情報提供の機会となるように活用していきたいと思います。以上、今年の活動計画になりました。どうもありがとうございます。